はい、こんにちは。栃木の竹下農場です。キュウリの3本仕立て、ネットキュウリの3本仕立て収穫します。上の方に1本ですね。あとここに2本、1本目、2本目、3本目、こっちちょっと離れたところでね、4本ね。今日は4本収穫になります。はい、じゃあ収穫していきます。まず1本ですね。で、葉っぱをちょっとずつ変えていきます。もう下の方の葉っぱはね、欠かなくてはいけないんですけど、ちょっとサボっててやりません。これで2本目ですね。はい、上の方に1本目。はい、3本目ですね。ネットキュウリ3本仕立て、今日は4本収穫しました。ちょっと葉っぱの方も吸っちゃいます。僕はね、一度にたくさん切るのよくないですけどね、もう完全に枯れてるような葉っぱなんで、バサバサといっちゃいましょう。はい、ネットキュウリの3本仕立て、4本収穫終了になります。